ピースの角度は6分の1倍。どうも、愛知です。今回はですね、以前いただいた質問とか、相談とか、あと無茶ぶりですね、1000件ぐらいリプいただいてたんですけど、その中から、軽めのやつだけをピックアップして15個ぐらいね答えていこうと思います。でなんで軽めにしたかっていうと、うち2人息子がいるんですけど、小1のお兄ちゃんの同級生がですね、何人かがちょっとパパが YouTube やってることを知ってるらしくって、今ね変なのを投稿するとちょっとね息子に影響出るの嫌だなと思って、結構ハードな無茶ぶり系は、100万人いった時に撮ろうかなって思ってます。はい、なので今回はねちょっと軽めなものになるんですが、よかったら最後までお付き合いください。では行ってみましょう。断然タケノコの里、封印。よく電線にスズメが止まってぼーっとしてるじゃないですか。そこのぼーっとしてるスズメの横に行って、お前何考えながらぼーっとしてんのっていうのを聞いてみたい。もし自分が好意を持ってもらったとした場合は、迷惑だと思うことはないですね。どんな状態であれ自分のことを好きだって、好意を持ってもらうっていうのは嬉しい話なので、普通に嬉しいと思います。ただその気持ちに応えてあげることはできないよっていう、そこはまた別問題なので嬉しいですけど、そこをまたお付き合いしたりとかすることはできないよとは思います。略奪愛イコール絶対幸せになれないとは思ってないですけど、略奪愛をでその実った恋は略奪愛をまたされるんじゃないかっていう不安に襲われやすいと思っていて、その略奪愛をしている時の心情とか状態を自分が辿ってきてるからね、通ってるからまたそれが起こるんじゃないかっていう、普通の人はあまり考えなくていい不安とかにも駆られやすいのかなとは思います。これは友達が少ない俺に聞いちゃいけない質問なんですけど、ただその自分も友達欲しいですよ。いっぱい仲良くしたいとは思ってますけど、でも現状めちゃくちゃ少ないんですね、友達が。それはどこかでちょっと諦めてるんです。友達できなくてもしょうがないかみたいな諦めてるところがあって、なんでかっていうと、本当の意味でその心の深い部分で歯車が合うというか馬が合う人ってすごい奇跡的な出会いだと思うんですよね。例えば恋人ができるぐらいな奇跡だと思ってる。そのぐらいレアなケースなんですよ。だからそんな気が合う人なかなかできないよねっていうのが自分の根本にあるんですね。ただそのじゃあでもさ諦めてもしょうがないから、どうやってその馬が合う人、気が合う人を見つけていくかっていうと、2つルールがあって、まず自分のことをちゃんと話す。自分がこういう趣味を持ってます、こういう人なんですっていうのは言語化できるようにしてます。それは自分でちゃんと持ってる。でもう一個はその人と接して話していく中で嘘をつかないっていう。背伸びはちょっとするかもしれない、多少ちょっとよく見せたいって思うかもしれないけど、嘘は言わん。そうしない嘘を言ってしまうと、一瞬ちょっとね自分のこの像があって、嘘で繕ってしまうと、それがどんどん嘘が広がっていっちゃう。嘘を嘘で固め続けるしかなくなっちゃうので、絶対そんなね心の深いところで通じ合った中にはなれないんですよ。だから嘘をつかないって部分と、自分のことを話す。じゃないとさ、例えば趣味が合うとかってすごい大事なポイントだと思うんで、自分がこういう趣味持ってますって言わないとやっぱり発見できないですよね、そういう馬が合うっていう状態は。だからまあその2つは一応ルールとしてやってるかな。まあだからこんな風に言ってるからさ、友達少ないんだと思うんだけどね。ちょっと部屋が狭いからあれか、いけるかな、いくぞ。ほんっだー、こんな感じよ。バイブルの漫画はスラムダンクだよ、ぜひ読んでね。あ、うちねウーバーイーツ届かないんですよね。そう、配達範囲に入ってないっす。52から60でしょ、大変ですか、大変です。それは52から60じゃなくても、52から55でも大変だよ。偏差値上げるって大変だからね。ただ覚えててほしいのは、不可能はないです。あさって試験、それは厳しいな、偏差値上げるのは。でもまだ時間はありますよね、偏差値10ぐらい、まあ、15ぐらいとか上がると思います。自分も上げたし、はい、努力次第でいくらでも上がると思いますので、ぜひ頑張ってください。死ぬほど勉強した、試験がうまくいかなかった、その場合は死ぬほどうまくいかなかった、その試験を分析して反省して次に生かしてください。死ぬほど頑張るのは勉強もそうなんだけど、その試験受けた後もです。ここをないがしろにすると伸びない、安定することはできないので、同じぐらいの熱量でここも向き合ってください。数字ってものすごい力を持ってる表現というかものだと思っていて、3って言ったら3なんですよね。ちょっと当たり前のこと言ってアホなのかなって思われてるかもしれないですけど、普遍なんですよ。3は3なんですよ、絶対に。だからそういった普遍のものにちゃんと答えが決まるっていう部分が1個好きなところ。
でもう一個はおそらくこれは専門科目それぞれの科目に皆さんが抱いているものだとは思うんですけど、その数学って解く途中に美学があるというか、そこに美しさをすごい感じるんですよね。解いてる途中の部分、それは表を書いてる部分を計算とかもそうですし、頭の中で筋道を立ててるところもそうなんですけど、そういったなんか美しさを感じるところが自分はあってですね、そういったところが個人的には魅力かなと思ってます。これはね、言いたくなる気持ちはすごくわかります。わかるんですけど、ぜひ自分がね一配信者として思うのは、そのアンチに対してこう言いたくなるじゃないですか。ここに対してこんだけ素晴らしい人なんだぞって言いたくなるんですけど、このエネルギーをここに向けるんじゃなくて、その応援してる人こっちに向けてください。ここに対してこんだけすごいんだぞって言うんだったら、この人に対してあなたってこんだけすごいですよねって、応援してますって言ってあげる方が良心的です。はい、いいと思います。やっぱり配信者としてコメント欄で喧嘩してるのってやっぱ悲しいんですよね。心苦しくなるというか。で、多分皆さんも書いてるのここにコメントを書くよりもこっちに書いてる方が嬉しくないですか？多分書いてて嬉しいと思うんですね。自分も嬉しいですもん、書いてて。だからエネルギーを注ぐのをこっちにイラって思ったら、そのイラッとエネルギーをそれだけ応援してるぜっていう、こっちのね、その応援してる方に向けてぜひ注いであげてもらえたらと思います。これは答えは見つかってないです。大人になったなって思う瞬間はちょこちょこたまにはありますけど、じゃあそれイコール大人になったっていう決定点ではないと思っていて、自分の中で思ってるのは、大人ってどういうことなんだろう、大人というか成長するってどういうことなんだろうって日々ずっと考えていて、今の自分にとっての成長要素ってこれがあるって、ピックアップしてるんですけど、それをこなしていくことで成長していく。で、きっとじゃあ1ヶ月後の配置にとってはまたちょっと変わってくるんですよね。1年後も変わってくる。今この瞬間を生きている自分自身にとって何が成長のポイントなのか、何を頑張ることで成長するのかっていう考えて、それを続けていくことで、いつか、まあ自分のとって思ってるのは、死ぬ時に、あ、頑張ってきたなって、大人になれたかなみたいな、大人になれたかなって思うかどうかわからないですけど、別に大人子供のね、その境目とかもどうでもいいんだよ、俺の中では。なので、自分の成長のポイントというか、その部分をこう突き詰めていくことが、まあ大人になるっていうことに近いのかなと個人的には思ってます。はい、ということでね、15個ぐらい駆け抜けてきましたが、いかがだったでしょうか。非常にね、真面目な質問コーナーでした。まさかこんなに汗をかくと思わなかったですけど、はい、お楽しみじゃない、参考にしていただけたら幸いです。で、冒頭にも話しましたが、もうちょっとあとね1ヶ月半ぐらいで多分ね100万人に行くんじゃないかなと思ってます。事故がなければ思ってますので、まあ、その時にまた改めて募集させてもらいますけど、今回のも、まあ、一応全名通したんですよ。結構ハードだなってねこれやばくねとかありましたけど、まあ、その辺も採用しながら、ちょっともうちょっとねおふざけに寄ったものも取れたらなと思ってます。ちょっと気分屋なんでどうなるか分かんないですけど、はい、取ると思ってますので、またねその募集した際にはぜひ書いてみてください。よっしゃ、また次回の動画で会いましょう。今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。